卒の方、フリーターの方、第二新卒の方は DYM 就職、あなたに合った求人をピンポイントでご紹介します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、今回も今アルバイトをしながら芸人をやっていらっしゃる方たちに集まっていただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、これまでいろんなね、あの芸人をやりながらのどんなアルバイトをしてきたかとか、まあ、いろんなお話を伺ってきたんだけども、うん、今回はその中でもアルバイトをこう辞めるタイミングみたいなのとかって考えてたりするんかなっていう、そういうお話を聞いていくんですけども、ピストジャムさんはでももう本まで出してらっしゃるから、ね、でも僕はもう冒頭にもちょっと言いましたけども、吉本興業から15万円もらえたらもうすぐ辞めようと思ってるんで。あと何万ぐらいですか？あとだから12万ぐらいもらいたいですね。今まだ 2,3 万しか吉本からもらえてないんで。でももらえる時は急に来るのかな。コツコツの部分はとりあえず必要なんで、テレビに出たりとかできないとお金はやっぱ稼げないんで、劇場の出番だけとかだと難しいので。劇場ってどんくらいもらえるんですか？1回出て僕は500円です。あ、そっから源泉徴収で 10% 引かれて450円。もらえるだけ。いや、そうなんです。ほとんどのライブはもらえない、なんか自分でお金払って出るライブとかもあるんですよ。ノルマライブみたいな。そうありますよね。だから1000円払ってネタを試したいとかでライブ出たりもするんで、エントリーのお金を払わないといけないとか、そういうライブもたくさんあるんで。芸人さんのライブっていうものに1回も行ったことない。どのくらいするんですか、チケットって？1000円から2000円ぐらいの間で。暇つぶしは最高ですよ。多分1時間2時間で1000円2000円なんで。そうか、映画行くぐらいの感覚か、はい、ただちょっとさっきの450円の話で言うと、30日間毎日ライブ仕事入っても1万3500円しか稼げないってことなんで。 YouTube とかやったりはしてないんですか？僕絵を描くのが好きで、かまぼこの板に絵を描くっていうのを趣味でやってるんですよ。その世にも奇妙なかまぼこ板アートがスライドショーで見れる YouTube をやってます。流行りそうじゃないですか？いや、全くない。どこにも宣伝してないんですけど、結構既得な方が60人ぐらい登録してくれてますね。ショーツとかやったらさ、流行る気がする、うん、TikTok とか。あ、そう、確かに。ただ綺麗に文字を書くだけのやつとか、うん、夜寝る前見るもん。ファンがいたら、結局そのコアなファンがいろいろ生活の周り見てくれたりするじゃないですか、うん、ファンつけるためになんか SNS やったりなんかするしかないと思う、うん、そうですね、ちょっと勉強します。今から若い子のね、ファンとかいい。物理的に入れなくなったらって感じかもしれないですね。週1回とか月1回でも入れるうちはちょっとリフレッシュもされるんで。あと会食三昧とかになってお酒を結構たくさん飲まなきゃいけないと、やっぱ運転できなくなっちゃうんで。あ、そっかそっか。はい、それセーブできない感じになっちゃったらやめるしかないのかなっていう感じですね。お酒を取るか運転を取るかみたいな。でも今はどんな感じなんですか？その6割って言ってたじゃないですか、はいはいはい、芸人の方がね、はいはい、ということは結構もうちょっとで辞めそうじゃないですか。その運転手やっている社長さんからも芸人の営業とかいただいたりとかするんで、それがなくなったら芸人の仕事も減ったりする可能性も。それもう芸人の仕事じゃない、もう芸人の仕事の一環なんじゃない？確かに、もう辞められへんやん。そう、あとその SNS、 YouTube とか TikTok とか僕やってるんで、そういうのでちょこちょこやって。何やってるんですか YouTube？ YouTube は大学生あるあるとか就活生あるあるみたいので、面接官をめちゃめちゃ煽る就活生みたいなやつを投稿させてもらって。俺見たことあるかも。じゃあこれもちょっと増やしていけたらなっていう感じですね。リキ様も絶対辞めないでしょ。そうなんです。75歳って言います。75歳。まあ働いてるよな。でも一応70から年金は出ますよ、もらいながらも。っていうことか。逆にそう、売れたとしても多分辞めないと思います。恩返しじゃないけど、そういうことをなんかしてあげたいなっていうのはありますね。真面目なこと言ったら、うん、売れても僕は多分いると思います。売れてるとか言うな。恥ずかしいな。恥ずかしいな。心差しとしてM1 も純潔ぐらいまで行く実力あるんですよ。自分で言ったらあるけど。 M1 ってでも結成何年以上とか。もう出れないです。もう出れないです。もうすぐ新しいの始まるじゃないですか、ベテランがやるやつ。もう応募してます。あれもう応募したって人初めて聞いた。意味が分かった。何のためにあれやるんやろうと思って。ベテランで僕らみたいな人のためです。そういうことですよ。ちょっと新しい楽しみ方できそうやね。なんだっけ、ザ・セカンド。ザ・セカンド、面白い。そう、新しいの始まるんで、皆さんザ・セカンド見てみてください。どこの曲でやるんか知らんけど、フジテレビ。あ、フジテレビやったらみんな見てくださいね。なんやねん、その代わりを。フジテレビ大好き。みんなのアルバイト
将来出てみたい番組とかあります？ピストジャムさんとかは。いやもう僕は本当にもう出れるんやったら何でも出たいと思ってるんで、既存のやつはもうマジでどれでもいいからくれよって思ってるだけで、どれでもいいです本当に。ただ一番の理想はこの本が売れて何か映像化されるとか、そういうのに自分も絡めたら最高だなと思ってます。それ自分役誰やってほしいですか、もしドラマやったら？芸人は嫌ですね。かっこいい人にやってほしいみたいな。いやかっこよさは全然求めないんですけど、楽しい演技をしてくれる人だったらこの人っていうのは正直ないですか。だからさ、又吉さんが好きなんですか？あでも先輩なんで、はい、本出してドラマ化して自分じゃない、まあ、割とイケメン俳優が火花やったじゃない、ネットフリックス。多分その年代というか、僕も40今年5なんですけど、自分がアルバイトしてる20代の頃の話とかもいっぱいこの本には書いてるんで、こいつ1年目の芸人のくせに老けてんなとかなるじゃないですか。多分又吉さんのやつもデビューしたての頃の話とかが書いてあったと思うんで、本人じゃない役者さんにやってもらうとかあると思う。なんかちょっと気になってきた。その本ってバイトあるあるをいっぱい書いてるんかなって勝手に思っとったけど、はい、そうじゃなさそうってことが分かって、ね、ちょっとの歴史も含めて面白い話をたくさん書いてるんで。ショッピーさんは何出てみたい？、まあ、僕も出れる番組あれば全部出たいんですけど、結構月並みなんですけど、まあ、ちっちゃい時とか見てたしゃべくりセブンとかは出たいな、うん、芸人になる前から見てた番組とかに出たいなみたいなのがあって。しゃべくりセブンはでも結構ハードル高いですよね。誰でも知ってる人になってないとあかんっていうね。だからこの映画とか出してもらって、そもそもね、嬉しいじゃないといけない。竹政さんは出てみたいやつ？ちょこちょこは出たんですけど、ゴールデンのひな壇とか出たんですけど、もうしんどいんで緊張するし、もうほんと血圧も高い、うん、もうやめろ。それどういうこと？もう病気みたいな。芸人ってこと？だからもう出ようとしたら孤独のグルメとかの店入った時にカウンターの脇で飲んでるありますね。あれ楽な仕事ってせん方がいいと思うけど。孤独のグルメね。じゃあもう俳優業になりますよね。いやめちゃくちゃセリフ噛み倒したことあるんですよ。 TBS ドラマ、うん、僕ら出て黒コーチっていう永瀬さんと、あと合力さん、合力さんとか結構セリフ1話目から僕がもらって、すごい会議室で、僕ら鑑識なんですけど、鑑識のセリフを喋るんですけど、難しいんですよ。そのセリフもう忘れちゃったんですけど、すげえ長くて、刑事役の人とかが前にバーって大御所の俳優さんが座ってて、一通りセリフ言い終わった後に鑑識さんお願いします、だからこいつが20テイクぐらいするから、またみんな1からめちゃくちゃ噛むんですよ。もうで東幹久さんから僕にパスなんです。それはちょっとね、ご迷惑かけたくないっていう気持ちになるもん、ね、そしたら現場に来ないようなプロデューサーがカーッて、ちょっと裏で練習しようかって、めっちゃ練習しますよ。僕その時セリフなかったんですけど、隣で手汗びっしょりでした。わかります。緊張しすぎて。アルちゃんなんかさ、キムタクのドラマ出ちゃったよね。年末でキムタクのドラマ出てる見たら、めっちゃ外人の役やったわ。セリフもそうです。めっちゃ外人やもん。めっちゃ外人わーおーみたいな。もう英語できへんのに。アンビリバボーの再現映像をいつも吹き返されんねんな。でも英語わからへんから一応喋ってる風ですよね。あれ英語を喋ってる風にやって、こうやって、ほんであなたどうしたのみたいな感じで、うまいよね。あれ俺すごい好きで面白いなと。みんなに言われる、普通喋れるやろお前みたいな。丸山さんはどうですか、が出てみたいな。呼ばれたら何でも出たいんですけど、ハリキとして呼ばれたいな、僕らで呼ばれたら嬉しいなっていうのは。タリキさんってどういう意味なんですか？単純にタリキ本願って言われがちなんですよ。そういうことじゃないんですよ、うん、本当は漢字で男って書いた田んぼの田に力じゃないですか、うん、それを普通にタリキっていう男二人で組んでるから おしゃれやねしてるんですけど、もう最近めんどくさいんで説明が、たりき本願ですって言います。ということで今日は芸人さんの皆様にお集まりいただいて、すごい面白いお話をいっぱい聞かせていただいたけども、うん、どう芹沢ちゃん最後に振るね、あんなやさえどう感じました？今日は面白いですね本当に。大丈夫そう、電話の話あない、大丈夫です。楽しかった、楽しかったですね。よかったですよ。芹沢ちゃんのファン喜んでいただけましたか？いつもありがとうございます。もう今もう電話使ってるよ。逆にやってるよ。もう意味わかんないよ。マッサージしてるわけです。今日はありがとうございました。ありがとうございます。